ヤ,ーコブベーメヤコブ・ベーメヤコブ・ベーメヤコブ・ブマ、1575年から1624年11月17日は、ドイツの神秘主義者である。ドイツ語で、主に著述した最初の思想家でもあり、信奉者から付けられた、フィロソフ・ステウトクス、ドイツの鉄人という異名でも知られる。ルター派教義を背景とし、パラケロスすら、シンプラトン主義に影響を受けた、独特の自然と、 神の自己算出という哲学史上稀な概念の展開は、経験主義やドイツ関連論といった近世のドイツ思想だけでなく、近代の神秘学にも影響を与えている。主著は、アウローラ、シグナトゥーラレールム、大いなる神秘、キリストへの道。1575年、北ドイツオーバーラウジッツの内戦川流域の都市、ゲルリッツの近郊、アルトザイデンベルク。 ALT サイデンバーグに生まれる。ここは現在、ポーランド領スリクフの一部になっている。靴職人としての収容を終えたベーメは、1599年以降ゲルリッツで靴職人として働き、家庭を設ける。ベーメが著述を始めた時期は確定できないが、1612年、最初の著作、アウローラが完成する。ベーメは後に、書簡中で、 この著述の根底にそれ以前の神秘体験があり、12年もの間それ、イコール神秘体験に関わったと述べる。正規の哲学教育のみならず、ギムナジウムでの中等教育をも受けていない、靴職人にとって、この作業が困難を極めたことは、容易に想像される。米米自身もまた、この最初の著作が文体と内容の両方にわたって、怪獣であることを認めているほどである。 しかし同時に、この著作には、ベーメの根本的思想の法話が現れていることも、広く認められている。ベーメは、情景の書簡において、アウローラについて、一冊より、多くの書物、一つ以上の哲学が、しかも常により深められて生み出されるとも語っている。事故の神秘体験を綴った、アウローラによって一度は、異端として非難され、救出するものの、その後除述を再開する。 ベーメははじめ己の体験の覚え書きとして、アウローラを表し、公開する意図はなかった。しかし友人に壊れてその趣向を貸し出すうちに、これを筆行する者も,も出始め、アウローラは、ベーメのこういう範囲を超えて、ゲルリッツ市民に知られるようになった。神秘体験という個人的な原始と、素朴なキリスト教信仰の合致から生まれた自然と、人間の関係についての古著述は、 しかし当時ゲルリッツの監督牧師であった、グレゴール・リヒターにはルター派正党協議を脅かすものとして認識された。リヒターは、説教団からベーメを異端思想の持ち主として非難し、これに抗する市民は、公然とベーメの自邸に攻撃をするなどし、ベーメの平穏な生活は脅かされた。この結果、ベーメが著述を意図しないこと、リヒターは教会において、 米ーメを非難することをやめるとの妥協が、市の当局の仲裁によって定まり、米ーメは著述を控えることとなった。一方で、米ーメのアウローラを好意的に受容する者も,も一定数存在した。その中には、貴族階級の読書人もあり、米ーメの精神的支援者となるばかりでなく、米ーメに錬金術など、 当時のシンプラトン主義的自然哲学思想を媒介するとともに読書の機会を与えた。ベーメの著作に参見するラテン語はこのような友人たちからベーメが学んだものがほとんどあるがパラケルススの著述についてはこれを直接読んだとベーメは証言しており、錬金術用語をシグナトゥーラレールム大いなる神秘をはじめとする後の著作では大いに用いてい。 またこの読書はベーメに遅い年齢に達してではあるが、自己の著述を反省し言葉を練る助けとなった。ベーメは和解の協約を守り新たな著述を行うことはなかったが、その後もリヒターは、教会での攻撃をやめず、市民を先導して、ベーメを悩ませた。また友人たちもベーメに、アウローラに続く著作を書網した。ベーメは、自らの沈黙が平和をもたらさることを知るばかりでなく、 この期間に熟成していった自己の思想をむしろ積極的に表明すことが自己の使命であると確信するに至る。1618年米名は著述を再開し、1624年の死に至るまでの6年間にシグナトゥーラレールムをはじめとするいくつかの大著、及び付随する小論文、信奉者宛ての書簡などで精力的にその思想を語り出していく。いくつかの小論を集めて、 出版を進めるものがあり1623年に、キリストへの道を出版する。この著作は、アウローラ同様、激しい議論と敵意の的となり、ベーメは、その対応に追われて、本格的な著述をする暇を取れないばかりか、ゲルリッツに家族を残して一人退去し、ドレスデンに一時滞在することになる。しばらくドレスデンに滞在した後、ゲルリッツに戻ったベーメは山を得て没した。 ベーメは生涯自身の自覚としてはルター派の信仰に忠実であり続けた。ベーメの思想の第一の背景としてはベーメが教会を通して受けた宗教教育が挙げられる。しばしば自然哲学として解釈されるその思想も、ベーメの意図としては晩年の著作の題名が示すようにキリストへの道として語り出されている。しかしその思想はベーが世紀の教育を受けなかったが故に、 伝統的なキリスト教の刑事上学の神概念を調出している。ベーメ研究者であるグルムスキーは、著述再開後1618年から1624年までのベーメの思想の展開を4期に分け、それぞれを波の襲来に例えている。うち第四の波、ベーメの裁判年は、アウローラ発表時と似たような騒動の過中にあり、そのためベーメは、 書簡や自身への論難を反爆する小論の著述に追われ、自己の思想の全貌を語り得る量の著述を残していない。したがって、ベーメの思想の展開は、それ以前の三つの波、さらに最初の著述、アウローラを中心として語られざるを得ない。グルンスキーによれば、第一波は著述再開から1622年までの時期で、この時期の最も整った書は、 三つの諸原理について、フォンデンドライプリンゼピオンである。続く、第二波は1621年早くから1622年夏までであり、シグナトゥーラレールム執筆の時期にあたる。なお、第三波は1622年秋から1623年秋までにあたり、ここには、ベーメ最大の著作、大いなる神秘を含む、諸著作が含まれる。ベーは、 事故の思想の連続性に強い確信を抱いていた。先に触れた書簡でも、アウローラの著述の怪獣さと未成熟を反省する。一方で、そこに述べられた内容は、アウローラ以前の神秘体験数秒のうちに全く仕方で与えられており、それを改陳するために必要な言語を書いていたのだと、10回している。しかし研究者の間では、この一貫性を認めつつも、アウローラ、 シグナトゥーラレールム、大いなる神秘をそれぞれ頂点となす思想の映像を、ベーメのうちに見ることが一般的である。ベーメの見たビジョンは、万物の神的な実相とでも言うべきものであった。ベーメは、あらゆる存在の中に、神のドラマを見て、私たち人間すべては、神の喜びの調べを奏でる楽器の弦であるとい、すべてのものは神である。 と言ってしまえばそれは単純な半身論になる。しかし、ベーメの半身論は決して単純ではない。名乗しがたきビジョンをどうにか捉えようと特殊な用語を駆使し、神の現れをダイナミックに描写しようとする彼の思想は複雑難解なものである。その記述は神の起源にまで遡る。神の奥の奥、三位一体の神の根源をベーメは無定と呼ぶ。無定とは、 そこなきもの、他の何かによって根拠づけられることがなく、またそこがないのであるから、何かを根拠づけることもない。このどこまで行っても何もない無の,の中には、他の、あるものを求める憧れがあるという。ただし、憧れは無限に広がっており、中心もなければ形もない。憧れの海、そこには何もないのだから何も見ず、何も映さない。いわばこれは目でない目、鏡でない鏡である。 憧れから外に向かっていこうとする運動を意志というが、この意志が無定のうちに向かって修練し、自分自身である無をつかむとき、無定のうちにかすかな底ができ、ここから全てが始まる。意志は本質の駆動力であり、いかなる本質も意志なくしては生じないという。意志はそこに立つことで外に向かうことができるようになる。そこができることによって無定が無定となり、目が目となり、鏡が 鏡となる。あるものがあるものとして認識されるためには、区別が必要なのである。米目によれば神ですら自己を認識するには神以外のものを必要とする。さて、中心と演習が明確となることによって、知恵の鏡と呼ばれるものが生じる。鏡は、精神、外ストを受け止め、すべてを映すが、それ自体は何かを生むことのない受動的なものである。知恵の鏡は、 別名ソフィアという。ソフィアは、受け入れるが生まないという諸女の性質を持つ無である。無であるというのはソフィアが存在から自由なものだからだ。この自由なるソフィアを見ようと医師は鏡を覗き込み、鏡に自分自身の姿を映す。ここで医師は欲望を起こし、今ぎなちを想像する。今ぎなちをによって医師ははらみ、精神としての神と秘蔵物の原型が鏡において、 直感されるのである。これから神の欲求が外へと向かうことで世界が形成されるのだが、この後直接に我々が目にするような自然が創造されるというのではない。ついでベーメが語るのは、歌手的自然の根源たる永遠の自然である。彼は七つの霊もしくは性質によって万物が形成されるという。性質、クアルとは、ク、クアルであり、源泉ケルである。 これは単なる語呂法にも思われるかもしれないが、これから述べるように米名にとって、言葉や響きは存在の本質と深く関わったのである。内容からすれば、存在が様々な形に分かれ、性質を持つということは、仕事の融合からの帰りとしてくであるという意味にとれる。まず第一の性質、それは欲望であり、内側に引きこもる働きを持っている。渋さ、硬さとも表現される欲望は、 自分自身を引きずり込み、濃縮して闇となる。すでに無定のうちで働いていた、この原理は自然の第一の原理である。第二の性質は第一のものと逆に外へ向かう運動、流動性。これは突き刺して暴れ、引きこもる力にこうして上昇、闘争しようとする。この性質はアウローラでは甘さと呼ばれ、他では苦さと呼ばれる。 第3は上の二つの力の張り合いである不安。内へ向かう力と外へ向かう力は互いに反発し合い、一方が強くなれば、他方も強まるので安定することがない。それは相反する面が互いに運動する車輪の回転のようでもある。不安の輪の回転は限りなくエセンチや存在物、本性を生み出す。以上の三つの原理は第1原理。 万物の質量の源である。さて、第四の性質は、熱とか、火花と呼ばれ、闇を焼き尽くして、光を生じさせる。この原理によって、前の第一原理の三性質、暗い火が明るい火へと転じ、死の内から生命が現れる。不安の輪の残酷な回転が、結果的に火の鋭さ、そして輝かしい生命を生む。第五の性質は光であり、 熱から出たものでありながらも焼き尽くす、破壊的な熱とは反対に柔らかく、優しい。この性質は、喜びと恵みの原理であって、ここから五感、身、引き、感、味、球が誕生する。愛に抱かれ、ここで統一された多様な力は再び外へ向かって、広がりゆく。この広がり、すなわち、第六の性質は響き、音、そして言葉である。 うちにあったものがこの性質によって外へ、竹芝になり、語られるのである。響きは、認識を可能にし、自然の理を明らかにして、地と関係する。精神はここまで細分化しつつ展開してきたわけだが、理に至って、自らの展開を十分に認識する。そして、最後の、第七性質において、これまで展開してきたものに、形が与えられる。 このようにベーメにとっての世界の創造とは、神が一気に制作することではなく、神の創造の働きが事故を展開していくことである。その際否定的な要素が大きな役割を果たしているのに注目すべきである。世界が生き生きとしたものになるためには、障害が不可欠なのである。ドイツ関連論の完成者ヘーゲルはベーメを、ドイツ最初の哲学者と呼んだ。 対立する力の働き合いのうちに絶対者が自己を実現してゆくという彼の哲学は、ベーメのうちにその原型を有していると言え。ただしヘーゲルは、ベーメの混乱したドイツ語には辟易していた。この講では概略を見てきたが実際には、ベーメの思想はさらに複雑で、錬金術の特殊な用語や記号との対応があり、言葉の使用法は通常のものとは大きく離れている。 世界のうちに甘さや苦さが働いていると言われても、普通の人間は奇妙な印象を受けるだろう。彼が神秘学に被れた無学な靴職人とそしられるとしても、その怪獣な文章を考えれば理由がないわけではない。ところで現実の世界を見渡すとき、そこには悪が溢れている。ベーメはこの悪の起源についても語る。伝統的な神学上の問題として、 完全な善である神が世界を創造したというなら、なぜ世界にはが存在するのかというものがある。米目の神官では、神は純粋な善であるわけではなく、暗い面をも持っているわけだが、それが直接にこの世の悪の原因となっているわけではない。可視的自然の創造以前に創造された天使の世界に悪の起源があるというのである。天使は怒りの暗い日と愛の明るい日を、 精神の原理とするものとして創造された。怒りを愛に従わせることが善なのであるが、自由な意志にとっては逆も可能である。そして天使は自由な意志を持っていた。大天使の一人、ルシファーは自由をマイナス方向に向けて用いた。第一性質と第二性質には悪が潜在的に存在していたが、ルシファーはこの二つの性質に対し自らが神たらんと、 する今気なちをお向けたのである。ルシファーの神への反逆は、マイナスの創造として、自由のエネルギーを逆流させ、闇の鏡を作り出す。闇の鏡は、ソフィアの鏡と異なって、多様な虚像を映し出す。これが空想である。ルシファーは、闇の鏡を覗き込んで空想に踊らされ、ますますエゴを肥大化させる。かくして、天使の国は、 怒りの暗い火が燃える地獄と明るい光の天国に分裂してしまう。しかし神は世界の混乱をそのままにしておかない。ルシファーの闇の想像に対して再び光の想像が発動する。はじめ世紀第一章で神が光あれと言ったところがこの想像である。ここで時間と空間、可視的自然、そして人間が創造される。最初の人間アダムは 神が自己を実現してきた最後の到達点であって、その中にはすべてが見出され、天使にもまるというまさに思考の存在である。当初のアダムは男と女の両方の性質を合わせ持つ完全な統一体であった。だが、アダムもやがて堕落する。神から愛され、自らも自らを愛する素晴らしきアダムを悪魔は手に入れたいと思った。悪魔はアダムを誘惑し、 不完全なる他の世界に、アダムの心を向かわせる。この堕落によりアダムの中の女性の部分である、乙女ソフィアは天に帰ってしまった。それと共に、アダムを中心として調和していた宇宙は、統一を失って複雑な他の世界と化す。アダムは孤独となり、神はそれをアーレンで新たなる女性、エヴァを創造した。しかしエヴァは、ソフィアの完全な代理とはなり得ない。 アダムはエヴァの中にソフィアを求め、男女はこうして惹かれ合うようになるものの、性によって苦しみもするのである。だが、アダムの堕落はルシファーのそれと違う点がある。ルシファーが自らの自由意志で神に反逆したのに対し、アダムはそそのかされて罠に落ちたに過ぎない。そして人間は時間の中の存在である。 時間には対立するものを調停する働きがあるので、人間の罪は許される可能性があるのだ。それに対しルシファーは永遠の存在であるため、罪が贖がられるということがない。神は堕落した人間を救うため、救世主キリストを使わす。キリストはエヴァのソフィア家である諸女マリアから生まれたので、アダムが喪失した男性女性の両極性を持っている。いわば、キリストとは、 第二のアダムである。キリストは堕落のそもそもの原因である自由意志を放棄し完全な受動性のもとに十字架にかけられる。この第二のアダムたるキリストに習うことで我々は救われるとベーメは述べている。キリストの十字架を背負い進んで迫害や嘲笑に遭い殺されることで火も焼き尽くすことができない新しい人間として生まれることができるという。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。